ちゃん、昨日はお疲れ様。ミヨンこそお疲れさんな。昨日は楽しかったぜ。そうそう、ケイチくん、本当にありがとね、クマさん。気に入ってもらえて嬉しいぜ。裁縫針とか刺したりするのに使うなよ。しないよ、そんなこと。あら、朝から雑巾がけとは熱心でございますわね。今度はもっと凶悪な罠を仕掛けなさいですよ。どうしたの、ケイチくん。ひょっとして寝不足かな。バッチリ爆睡したよ。なんなら授業中にも実演するぜ。ダメだよ、そんなの。皆さん、おはようございます。昨日はお祭りでしたね。最後まで後片付けに参加した人たちは本当にお疲れ様でした。さて、この時期にはお祭りの取材で遠くから雑誌なんかの取材の方が見えたりします。皆さんが取材を受けることがあるかもしれませんが、曖昧なことやいい加減なことは言わないようにいいですね。本格派の推理ゲームで行こう。こんなのはどうかな。お、海外もののゲームか。面白そうだな。説明書も英語ですけどね。ルールはそう難しくはありませんのよ。負けないからね。僕はこのゲーム苦手じゃないですよ。ルールはね、事件の犯人と凶器、あと犯行現場の3つを当てられた人が勝ち。凶器のカードにもいろいろ種類があるな。斧やらナイフやら毒物やら。犯行現場のカードも渋いぞ。リビングやら書斎やら中庭やら。
つまりね、これらのカードが1枚ずつ抜かれるの。それが正解のカードで、残ったカードはシャッフルしてみんなで等分、互いに手持ちのカードを質問し合って抜かれた正解のカードが何かを探るわけ。それで答えが分かったら挙手、ゲームを終了して答えが正しいかを確認。正解なら勝ちで1ポイント、外れていればマイナス1ポイント。正解してもしなくてもゲーム終了だから、カードは集めて仕切り直しってわけ。やってみればわかるでございますわ。結構頭を使うでございますわよ。メモを取りながらじゃないと混乱しますです。あとはやって覚えるさ。で、ミオン、今回の罰ゲームは何だ？そうだね、じゃあ昨日の疲れも多少あるだろうから、今日はソフトに。使いっ走りの刑はどう？みんなからお使いを頼まれて、それを買いに走るってわけ。つまりジュースとかお菓子とかを買いに行かされるんだね。今日の罰ゲームは簡単そうな気がしますです。やはりケイチさんもそう思いますですの？ああ、何を買いに行かされるかわからないからな。じゃあ一番は部長の私からいくよ。ミオン、ナイフ、書斎。あ、俺持ってるぜ。レナもあるよ。僕も持ってますです。あら、完全な投資ですわね。じゃあレナはね、レナ、オノ、ラウンジだよ。じゃあ次はケイちゃんだね。どうぞ。ま、待ってくれよ。まだ整理中。よっしゃ、犯人確定。なに？もう？犯人はリカちゃん。凶器は毒物で、犯行現場は医務室。どう？正解だね。あと一手だったですのに。毒物かピストルかわからなかったでございます。ピストルなんか使わないです。毒物でじわりじわりがいいのです。
ケイチ君はどうだったかな。レナは全然。安心しろ、俺もさっぱりだ。二人とも何自信ないこと言ってんだか。二人仲良くビリになっちゃうよ。ケイチはこのゲーム苦手そうな顔してますです。なっ、全然そんなことはないぞ。次でシャーロック前原の実力を見せてやる。あら、それはいいですわね。徹底的に叩きのめして差し上げますわ。あ、ごめん、ちょっとトイレ行ってくるな。ゆっくりブリブリしておいで。みーちゃん、それ下品。ああ、読んだ。時間の無駄なんで、単刀直入に行く。レナ、お前の今日のゲームの過去の戦績は？全敗だよ。どうしてそんなこと聞くんだろう、だろう。このままでいくと俺もそうなる。今日のゲームは大逆転の秘策が思いつかない。じゃあ今日の罰ゲームはケイチ君と一緒なのかな。おいおい、早くも負けを受け入れるなよ。勝ちに行こうぜ、俺たちで。でもどうやって？そんなのありなのかな。忘れたのかレナ、快速第2条だぞ。勝つために全ての努力をしよう。この作戦なら他の連中よりも確実なリードを持って開始できる。これなら今度こそ勝てそうだよ。じゃあ早速戻ろうよ。二人で組んでみんなをあっと言わせちゃおう。おいおい、二人で一緒に戻っちゃ意味ないだろう。いかにも打ち合わせしてきましたって感じだぞ。
ごめん。じゃあどうしよう。レナは先に戻れ。俺は洗面所で顔でも洗ってのんびりしてから戻る。うん、わかったね。いいですか？何ですか？今ちょっと大事な。前原くんにお客さんがいらしてますよ。昇降口へ行ってください。お客さん？俺別にお店なんか開いてないし。待たせていますよ。早く行ってきなさい。前原さんですか？前原圭一さん。そうですよ。どちら様ですか？私の車、エアコンが効いてますから、そっちでお話しましょう。ここ暑くありません？取ってくやしません。どうぞどうぞ。冷えすぎだったら言ってくださいよ。私ガンガンに冷やしちゃうたちですから。で、俺に何の用ですか？この男性のことでご存知のことがあったら教えてください。シャツにマジックで落書きがありましたね。前原さんをはじめクラスメート何人かの署名入りでした。え？これ、富武さん？では、こちらの女性はわかりますか？名前は知りませんけど、ゆうべ富武さんと一緒にいた女の人です。この二人に最後に会ったのはいつですか？渡流しのお祭りの晩、一緒に話をしました。二人とも仲良さそうでしたよ。何か気になったこととかありませんか？何でも結構です。
話してください。富武さんたちに何かあったんですか？前原さんはまだこちらに越されてきたばかりですよね。ご存知ですかな？例のお社様の話は。全く知らない？知らないなら結構なんですがね。まあ聞いたことくらいは。富武さんに教えてもらったんですけど。どの辺までご存知ですか？前原さんはそのたたりとかを信じていますか？率直なところで結構です。信じてません。本当に？ならよかったです。やっぱり前原さんは都会育ちですね。信じてなかったら何なんですか？俺仲間を待たせてるんであまり時間取れないんですけど。その写真の男性は昨晩お亡くなりになりました。よりにもよってね、お亡くなりになられたのが昨日なんですよ。つまり綿流しの当日。前原さんにはどういう意味があるのかわかりますよね？意味って、意味なんか。富武二郎さんがお亡くなりになられたことはまだ内緒です。どうしてかはなんとなくお分かりになりますよね。教えてください。一体何があったんですか？得意なんですよ。雛見沢の方にはちょっと刺激の強い。第一発見は祭りの警備を終えて期間中のうちのワゴンでした。時刻は24時5分前。場所は町へ出る道路がちょうど舗装道路に変わるところありますよね。坂を下り切ったあたりに。あそこの路肩でした。
みんな初めは、ひき逃げされたものだと思っていました。ですが、意識を確かめるために近づいた警官は、すぐに異常に気づきました。喉がね、引き裂かれていたんですよ。ナイフとか？いいえ、爪でした。検視の結果、それも自分の爪でということが判明しました。え？それってどういうことですか？薬物を疑いましたが、そういう類のものは検出できませんでした。他にもいくつか不審な点があります。体内分泌物、発汗、脱毛等から、富武さんはお亡くなりになる直前、極度の興奮状態だったようなのです。手の傷と付近に落ちていた角材が一致しました。周囲の木やガードレールに叩いた跡、周囲に散乱する富武さんの血痕、つまりですね、体からは本人によらない外傷がいくつか発見されました。富武さんは何者かに暴行を受けた可能性があるということです。外傷の部位から見て複数犯の可能性もあります。死亡推定時刻は21時から23時頃のようです。つまり、お祭りで前原さんが富武さんとお話しして、別れてからすぐの出来事なんですよ。行方不明です。出勤もしていませんし、昨夜は自宅にも帰っていません。事件に巻き込まれた可能性が極めて高いようです。我々もあらゆる面から捜査を進めますが、村人たちはお社様のたたりの話になると、
とにかく口が重くなる。だから俺なんですか？俺が雛見沢の人間じゃないから。このままでは富武二郎さんはお社様のたたりで死んだことになってしまいます。綿流しの晩、神聖な儀式の時、無神経にカメラをバシャバシャやってたものだから、お社様の怒りに触れた、そういう話になってしまうんですよ。富武さんにお社様の罰が当たるわけがない。私もそう思います。罰もたたりもあるわけがない。つまりそういうことですよ、前原さん。たたりを信じていない雛見沢の方の協力が不可欠なのです。わかりますね？でも俺に協力できることなんか何もないですよ。あの晩のことは何も知らないし。 いえいえ、何か気になるものを見たり聞いたりしたら教えてくださればいいんです。物でも人でも噂でも何でも結構です。不確かなもので構いませんから。これ私の電話番号です。不在でしたら出たものに伝言してくだされば結構です。富武さんの無念を晴らすためにどうかご協力をお願いしたいのです。今日ここでした話は全て内緒です。絶対に他言無用でお願いします。わかりました。お友達にも内緒です。特に園崎さんや古出さんには絶対に知られないようにしてください。園崎ってミオンのことか？なんでだよ。事件に関係あるっていうのかよ。捜査上の都合ということなんです。煙に巻くなよ。ミオンは俺の大切な仲間だぞ。言ってもいいですが、気を悪くしないでくださいね。言えよ。雛見沢で起こった一連の事件は村ぐるみで引き起こされている可能性があるのです。そんなことあるわけないじゃないか。証拠はありません。しかも過去の事件はここに解決し、いずれの犯人も村とは直接関係ありませんでしたしね。じゃあどう考えたらそんな考えに至るんだよ。毎年綿流しの日に村の旧敵が死ぬ、それだけで十分に疑えると思いませんか。
そして次にダムを誘致した村人、そして次にダムを誘致した村人。村の旧敵は次々に開始しました。過程はともかく結果はそうなのです。じゃあ次に死んだ神主や、その次に死んだ主婦はどうです？別に村の敵だったわけじゃない。神主はダム騒動当時、リーダーシップを期待されながらも積極的な働きがなかったため、一部の村人から失望、反感を買っていました。反感があったにしたって、別に村に害を与えたわけじゃないだろう。その次の主婦なんかどうだよ。誘致した男の弟夫婦だったってだけの理由だろう。もっと殺される理由が薄いじゃないか。そして富武さんに至ってはどうだよ。ダム工事とは関係すらないじゃないか。ただよそ者だってだけの理由だぞ。それがね、怖いんですよ。徐々に希薄になっていくのが。何がだよ。つまり村の敵でなく、よそ者だというだけの理由で犠牲になりつつあるんですよ。じゃあ来年の被害者は村のよそ者から選ばれるっていうのか。あるいは引っ越してきたばかりの人かもしれません。それってどういう。でもそれとミオンとどう関係があるんだよ。詳しくは申し上げられませんが、園崎さん一家はダム騒動時の抵抗運動の旗頭だったのです。それも過激なね。例えば園崎ミオンさんについても同様です。抵抗運動時、いくつかの軽犯罪と公務執行妨害で補導歴があります。ミオンの一家が一連の事件に関係しているとでも言うのかよ。そうまでは言いません。もしもそうだったら一番確率が高い、それだけのことなんです。誰が一体どれだけ関わっているのか全くわかりません。だからこそ村人に口外してほしくないのです。じゃあこう考えましょう。たたりを盲信する村人の皆さんに心配させたくないから内緒、そういうことでどうです。みんなが俺に心配させないために内緒にしてくれたように、今度は俺がみんなに心配させないために内緒にする番ってことなのか。わかりました。俺だけの秘密にします。それでいいですよね。名前、
沖宮署の大石です。なんならクラちゃんでもいいですよ。あ、いや、大石さんでいいです。時間を取らせすぎました。お友達を待たせていますよね。もう戻った方がいいでしょう。お友達を疑えと言ったわけではありませんからね。誤解しないでくださいよ。前原さんが何も見つけず聞きもしなかったとしてもそれで十分なのです。それは村が関わっていないという証拠になるのですから。見たり聞いたりしたら連絡しますけど、俺は探偵じゃないですからね。変な期待しないでくださいよ。しませんしません。探偵になんかならなくていいですよ。今までのように自然に生活してください。その中で見聞きしたことを教えてくだされば結構なんです。またお会いしましょう。さようなら、前原くん。凶器はロープで、犯行現場は、ラウンジ。あはははは、はっつれー。いやケイチさん遅かったですわね。プンプンでございますのことよ。ああごめんごめん。ちょっと先生に職員室呼ばれてさ。素行が悪くて怒られましたですか？かわいそかわいそです。ま、こっちも白熱してたしね。もういい時間だから次で最後のゲームにしよう。俺の今の持ち点って確か0点だろ。ビリ確定じゃないのかよ。大丈夫だよケイチくん。レナマイナス1点。罰ゲームはレナが1人でか、ケイちゃんと2人でかを決める最終戦。冗談じゃねえぞ。罰ゲームはレナ1人でやってくれ。ケイチ君と2人で勝とうって約束したのに、ずっと待ってたんだよ。だよ。それは俺が悪いな。
分かったよ。犯人は私。凶器は毒物で、犯行現場は玄関ホール。どうかな、どうかな。おお、レナ、回答早いじゃん。また当てずっぽうじゃないの。お、レナの正解ですよ。じゃあこれでケイチさんも罰ゲーム決定ですわね。やったー、ケイチくん、一緒に頑張ろうね。ああ、一緒に頑張ろうな。ではゲームセット。トップは私、園崎美音。ビリは前原圭一と竜宮玲奈。じゃあ使いっ走りの系のを買ってくるものはトップの私が決めようかね。な、何を買いに行かされるんだろう、太郎。薬局は禁じ手にしような。図星太郎。は？薬屋なんかに用ないよ。おじさんが買ってほしいものはね、このメモに書いてあるから。わあ、いっぱい書いてあるよ。豆腐2丁、シャンプーとリンス、みりんに油揚げ。なんだこれ。罰ゲームってよりお買い物に見えるでございますわね。今日のミーは勝つ気満々でしたです。快速第7条、罰ゲームの内容に逆らわない。はい、お金。シャンプーはうち果物物語だからね、よろしく。これお前が頼まれたお使いだろう。